連敗中の巨人は1回、3番坂本。7号ソロで DeNA 先発19歳の砂田から先制点を挙げる。こちらも19歳、巨人先発田口は2回、ワンアウト3塁2塁のピンチ。この当たりが内野安打、同点に追いつかれると、4回には満塁のピンチ。8番黒羽に犠牲フライを打たれ勝ち越しを許す。直後の5回、チャンスでバッターは代打相川。三遊間を破るタイムリー、これで2対2の同点に。7回、巨人は代走の鈴木貴博が2塁に進むと、代打太田。マウンドには自身最長7イニング目の砂田。アウト。レフト筒香の好返球で俊足の鈴木を刺し勝ち越しを許さない。 DeNA は9回、ツーアウト3塁2塁と抑えの沢村を攻める。4番筒香が歩かされ満塁に。ここでバッターはロペス。今シーズン4度目のサヨナラ勝ち。 DeNA が4連勝で勝率を5割に戻した。まず今のお気持ちを。なんか思い出せないんだけど、今日の試合が最後の試合、7回の筒香選手のプレー。はい、もう最高だね。鈴木はね、この足を止めたんだからね。もうあれで負けたらまずいんじゃない。今日の参加は全てのプレーがね、一つ一つ好プレーが生まれたと思います。ナイスゲームです。これで前半戦は、はい、守備タウンということは決まった。